皆さん、おはようございます。マーティン、ダーマ役クは、ケニタカです。介護福祉講座、聴覚、言語、いろんなあの障害があるんです。聴覚障害、これね、耳が問題ですね。まあ、この、外耳と中耳である電音部の障害は、電音性難聴と呼ばれるんですけども、いろんなところで聞こえないんですよね。今まで聞こえた音が聞こえにくいんですね。これね、中耳炎とか、耳上骨、寄生、耳効接続、よくあります。関納性難聴になると、本当に著しく聞こえないんですよ。これね、難しいですよ。 混合性何兆もございません言語障害、これはねコミュニケーションによる問題ですね。いろんな問題。単語の分野を用いた言葉の表現作り。あとはまあ話し言葉とか、いろいろ伝わって、まあ、声量の調整が大事です。失語症とは何でしょうか大脳の言語の理解に、表現に関わる部位が障害を受けることで、一旦学習された言語の機能に障害が生じた状態です。全部ですね。気質性高音障害、いろいろあるんです。これね。 音声障害、がんにある舌を切除した場合に起こるんです。一方、運動障害、高音障害はですね、発声、発音に関する器官の麻痺や筋力低下に起こるも障害ですね。これおすすめ、読む、あの障害はないのは聞く、読む、書く能力は問題ないものの、なかなか難しいんですね。まあ、接演技にも問題演言に問題があるんです。以上です。バイバイ。